皆さんこんにちは。新キャラ発表です。なんと、サンデーの実装が確定しました。2.7 でついに実装ですね。しかも、虚数で調和なので、ロビンとどういう使い分けになるのか気になりますね。知恵の光円錐や孫悟の光円錐に出演してたけど最終的には調和なんですね。というか、電気椅子みたいなところで捕まってましたが、2.6 あるいは 2.7 のストーリーでは釈放されるんでしょうかね。はい、ということで今回はサンデーについてでした。さすがに、満を持して実装で、調和で弱いということはないと思うので期待ですね。まあ、最新キャラは今のところ普通に強いか、何かの特化サポってのが最近多めですね。明日にも新キャラが発表される可能性があるため、そちらも期待です。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。